横浜 FC シーガルズ。どうもー、日発横浜 FC シーガルズ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。我々お笑いコンビの火の鳥と申します。誰だお前らという声が聞こえてきますけれども、コメントにも今書き込まれてるんじゃないですか。申し訳ないです。我々はですね、お笑いコンビでございまして、はい、横浜 FC のホーム試合においてスタジアム MC をさせていただいております、はい、ご縁がありまして、今回こちらのチャンネルで特別対談が行われるということで、うんうん、そちらの司会進行役を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いしま す。ありがたいですね。ありがたいです。でも特別対談ってことですけど、うん、どういった内容なんですか今回はね。それがですね、うん、現代社会において女性がもっと輝くためにはどうしたらいいのかというね、大きなテーマを大丈夫俺らが MC で、ちょっとね、なかなか大きなテーマですけれども、はい、まあ、そちらをね、シーガルズの、うん、吉田渚選手と、はい、小野寺グループの女性社員の方と対談していただく企画になっております。はい、まあ、聞いた話によりますと、うん、小野寺グループってあの女性従業員が7割超えてるらしいですね。そうなんですよ、うん、なのでね、今回きっと素晴らしい対談になると思います。はい、全4回にわたってお送りしていきますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたしま す。それでは行ってみましょ う。特別対談、もっと女性が輝くために。はい、ということで新企画でございます。はい、今回はこちらのお二人に来ていただきました、はい、吉田さんと山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう輝いてらっしゃるからね。オーラというか。いやいや、もう強い。いやいや、カラムと相性悪いの。カラムとちょっと相性悪い。一方的にボケる分にはいいんだ。すいません、すいません。すいません、そういうところあるみたいな感じですけども。それではまずですね、お二人に自己紹介をお願いいたします。日発横浜 FC シーガルズの吉田渚です。今日はよろしくお願いします。お願いします。女子プロサッカー選手。ね、はい、はい、それでは山口さん、はい、します、小野寺グループの、総合職採用部山口陽子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは会社でバリバリ活躍されている方ということで、うん、ちょっと異色のお二人かなと思いますけれども、ね、うん、お二人の対談をね、盛り上げていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、1回目はですね、吉田選手を深く掘り下げていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。日発横浜 FC シーガルズ。それはね、いろいろ聞いていきたいんだけれども、うん、まずはサッカーを始めたきっかけと時期を教えていただけますか。はい、私がサッカーを始めたきっかけは、兄の影響で始めました。小学1年生の頃からやってます。あ、じゃあかなり早い段階から。はい、ちなみに小学校1年生の時に周りで女子でサッカーやってる人とかっていました。私が入団した時は同じチームにはいなかったです。そうなんだ。まあ、ちょっと地域広げると、はい、まあ、何人かいるみたいな。あ、確かあんまりイメージがね。そうだね、うん、で小学校の時に入るチームっていうのはやっぱ男子と一緒ってことですよね。一人でやってたってことじゃないですね。一人で吉田チームみたいな感じでやってたってわけではなくて11人必要なんだから、はい、男子に混じってやってたってことです。よくある小学校の少年団に入りました。おお、すごい。なるほどね。なるほど、うん、ちなみにどちら出身。あ、徳島です。あ、ほ、徳島。徳島はサッカーが盛んとかっていうわけではない。ではないと思います。あ、そうなんですね。なるほど。ちなみにお兄さんと、まあね、お兄さんの影響でサッカー始められたってことですけれども、うん、どんなところにサッカーやってみたいなって興味が湧いたんですか。入ったきっかけはサッカーに興味があったとかではなくて、バレーボールかバスケットボールかサッカーっていう選択肢があって、うん、姉がバレーボールをやってて、あ、スポーツ兄弟というか、はい、でもその姉に対してすごいお母さんが厳しかったんですね。で、絶対バレーはやりたくない。バレーをやってたから厳しかったわけではないですよね、それね。お母さんもバレーをやってたんで、あ、そういうこと。やっぱその面ですごい厳しくて、それを見てたんで、怒られるの嫌だなと思って。で、バレーは選択肢から消えて、バスケもその行こうとしたチームが結構厳しかったんですよ。だからやめて、まあ消去法になってしまうんですけど、はい、まあ、サッカーを始めたんですけど、お兄ちゃんに対してお父さんが厳しかったので、入るときにもう何も言わないでって言って入りました。口出しはしないでって言って、事前にね、もう首差しといて、
あ、それ結果何も言われずに済みました。はい、何も言われなかったです。あ、すごい。まあでもそれでここまで来てるってことはやっぱ褒めて伸びるタイプのことなんですね。褒められてもないんですけど、本当に何も口出しなかったですね。すごいな、約束全部守ったお父さん。そこからのこう経歴みたいなのを教えていただいてもよろしいですか。小学生か中学生に上がった時は女子チームに所属して、うん、男子のチームの練習だけ参加させてもらってて、うん、のプラス長距離を陸上をちょっとかじってやってました。で、そこから、どういった経緯でプロで、中学卒業して日の本学園っていう兵庫の高校に出ました。でそこから寮生活を、まあ、3年間して大学が岡山の吉備国際大学に進学して、卒業してアイナック神戸に入団して、アイナックでは2年間在籍したんですけど、なんか今年から日発でプレーさせてもらってます。なるほど、そうなんですね。結構その渡り歩いてたっていうか、今まで入団したチームは強豪のチームっていう風な認識で合ってるんですかね。そうですね、あ、そうレベルは高かったかなと思います。まあ、本人の、ね、口からは言えないでしょうけど、まあ、エリート、うん、いやです。エリートですよ。あ、そうなんですね。やっぱエリートなんですね。日発横浜 FC ガールズ。今年から、日発横浜 FC ガールズに来られたということで、はい、入ってよかったと思った点とかって何かありますか。今年日発に入団して、リーグを全試合フル出場させていただいて、やっぱり試合に、まあ、選手なんで試合に出てなんぼだと思うので、うん、その試合に出続けれたことは一番良かったかなと思います。なるほど。とりあえずあの怪我をしないかったっていうのが良かったかなと、うんうん、そうです、ね、すごいと思います。チームで一人だけですよね、全試合フル出場したっていうのは。そこを、まあ、そういうフル出場に至った経緯というか、まあ、自分の、ね、ご自身のケアもあるんでしょうけど、はい、まあ、チームからのサポートとかも結構あったんですか。まあ、個人的にちょっと後半戦あの納得いかないというか、うまくいかないプレーが続いたんですけど、まあ、それでも使い続けてくださった監督にも本当に感謝やし、あの、まあ、選手として怪我をしないっていうのはやっぱり一番やと思うので、うん、そのセルフケアっていうのは結構大事にしてるので、うん、その点ではまあ良かったのかなと思います。なるほど、監督の信頼も勝ち得ていて怪我もせずっていう、すごいですね。すごいですね。最後セルフケアでこの間さヤフーになんか載ったっていう、何だっけ、ストレッチ方法というか足の指の使い方がすごい特徴的だっていう風に、あの YouTube のチャンネルを解説してて、はい、でそのナイトルーティーンかな、はいはいはい、撮った動画に自分足の小指をこう小指だけこう回すのが得意で、確かに難しいな、小指だけこうなんていうんですかね、やれないだろ、回るんですよ。全然ちょっと難しいけど、うん、こうそのルーティンの動画で無意識にこう動かしてたら、うん、それをなんかヤフーニュースに取り上げてくださって。日発横浜 FCC ガールズ、女性アスリートとして生きていくこう何か面白さとか難しさみたいなのって何かありますか。今年から WE リーグ開幕して、うん、やっぱそれでも、まあ、男子と比べてしまうと、うん、差があるところがたくさん、うん、環境とかもまだまだ整ってないかなっていうのが現状で、あとはやっぱそもそもの人口が、あのサッカーしてる人口も少ないので、うん、あの地域になって行けば行くほどチーム数がない、そういうサッカーできる環境があまり整ってないかなっていうのが、うん、まだまだこれから改善していかないといけないのかなと思う。なるほど、まあ、でもそうやってナイトルーティーンとかね YouTube チャンネルでこう上げてるのを見て、それを見てあサッカー選手いいなって思ってくれる女子がこうどんどん増えていけば、確かにそうですよ ね、ね、吉田選手を見て増えていくことは全国からありますから、うん、その時はぜひね、女子サッカー界の会長とかね、プロリーグの会長とかね、野心家、本当にそういうの目的で始めたんだよね、はい、うんうん、あ、盛り上げるために、はい、もっといろんな人に知ってもらいたいっていうのが、なるほど、うん、すごいんですよ、フォロワー数知ってますか。いやいや、知らないです、はい、恥ずかしい、1万人超えです、1万人、はい、インスタ、インスタがインフルエンサーいるのか、なんか態度が、なんです
そう、すごいですね。すごいですね。発信力がもうじゃあお持ちで、もうすでに。なんか半年前ぐらいまでは全然だったんですけど、はい、そういうあの会場に入らせていただいて、ちょっとあの毎日投稿だったり、いろいろ。ちょっと頑張ってやっと行ったって感じです。ああそうなんですね、これも努力、はい、なるほど、毎日投稿ですね。毎日投稿、毎日投稿、なるほど、まあ、基本だけどそれが一番大事ですね。日発横浜 FCC ガールズ、ちなみにどういったスケジュール感なんですか？まあ、だいたい午前仕事して6時前に起きて6時前に、8時から練習なんで、ああ朝の7時前ぐらいにクラブハウスには行って、体作って8時からだいたい10時ぐらいまで練習して、うん、まあ一旦家に帰って、うん、あの仕事の準備、ご飯と仕事の準備して、12時半から出勤なので、はい、12時半から6時まで出勤して、うん、まあ、そこから家帰るって感じ。ああなるほど。夜はサッカーの練習とかはもう朝してるんで。あなるほどないです、もういいですと。はい、もうやめてください。夜されたら次の日起きれなくなるんで。あそうなんですね。ちなみにお仕事されている職場はどういった職場なんですか？は医療事務をやってて、基本的にはあの受付から会計の流れのところをやってます。あなるほど、もうザ・ OL というか、はい、っていう感じなんですね。ちなみにそのサッカー選手としてと、まあ、あの働いてっていうその両立する上でのコンディションを整えていく、ずっと管理していくって難しいと思うんですけど、そこの何かコツってあるんですか？毎日お風呂上がりにストレッチと、トリガーポイントでゴリ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 筋膜リリース、あとはでも睡眠を大事って、あの母から毎日 LINE で言われて、あのいっぱい寝なさいと。なるほど、睡眠は大事にしてます。日発横浜 FCC ガールズ、はい、ということで今回は吉田選手のことをね、たくさん掘り下げていきましたけれども、次回は山口さんを中心にお話を伺っていきますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。皇后杯1回戦が11月28日13時キックオフ、宮城県石巻市にある西北パーク石巻にて北海道文教大学附属高校と戦います。応援よろしくお願いします。